オーストリア側のインスブルック中央駅、ブレンナー峠を越える貨物列車ブレンナー線は、オーストリア共和国チロル州インスブルックのインスブルック中央駅からブレンナー峠を経て、イタリア共和国ベネト州ベローナのベローナポルトヌオーバ駅に至る鉄道路線である。欧州横断ネットワークの1号線の一部を構成する。最大勾配は31パーミル。 最小半径は264メートルである。最高地点は標高1371メートルのブレンナー峠であり、オーストリア連邦鉄道とイタリア鉄道の境界であると同時に電化方式も、オーストリア側は交流 15KV16.7Hz、イタリア側は直流 3000V と異なっている。列車はインスブルック中央駅を出発すると、 すぐアールベルクセントの分岐点を経て、南の方へ向かう。この路線は、ベルクイゼル丘をトンネルで貫通し、ジルス峡谷に並行して、ビプタールに至る。列車は、ウンターベルク駅とパツシュ駅を通過し、シュタイナッハ駅に到着する。西洋独村でこの路線は、湾曲部で高地に到達し、列車は、シュミルンダニ及びファルゼルダニを通過する後、山の上り坂に走行する。 次の乗降場は、グリース駅であり、この路線は突き出る岸壁の底を経て、ブレンナー湖9駅へ続く。境界駅のブレンネロ駅には両電流システムの分離地点と建設総監督のカール・エゼルの彫像がある。ブランネロ温泉9駅で、1999年新たに観光されたフレレストンネルの方向の新線は、旧線と分岐する。列車は、 ゴッセンザース駅からビピテノーバルディビッツェ駅を経て、ホルテッツァ駅に到着して、その駅でプステリア国船が分岐する。次には、急な勾配のホルテッツァ・ブレッサノーネ区間が続く。列車は、その以後、イザルコ川を沿って、ボルツァーノ駅まで走行し、その区間に別の急勾配はない。ポンテガル・ライオン・ボルツァーノ区間には1990年代から2つの、 長いトンネルが建設されている。ボルサーノ駅南に列車はアディジェ川流域の広い平面に入って、その川を二度渡る。メッツオコローナ駅の南にメッツァーナ方面の狂気線がこの路線の上に交差し、トレント駅までこの路線に並行する。列車は続いて1990年代に建設されたセライナトンネルを通じてベローナ峠を遠回りする。 ベローナ・ポルタヌオーバー駅の直前に、ミラノ・ベネツィア線が、セイマッシモ分岐点でこの路線に合流し、その駅でミラノ及び、ボローニャ方面の列車が停車する。オーストリア・ハンガリー帝国時代の19世紀半ばに、チロル地方と、北イタリアのロンバルド・ベネト王国を結ぶ、鉄道路線として計画されたのが始まりである。最初に建設されたのは、ベローナ・ボルツァーノ間であり、 1859年に開通した。この区間は南北チロル鉄道によって建設されたが、1859年初頭にオーストリア南部鉄道に移管された。第三次イタリア独立戦争によるベネト州の喪失と国境線の移動にもかかわらず、ボルツァーノ・インスブルック間は未開通であった。インスブルック・ボルツァーの間ロメートルはわずか三年で建設され、 1867年8月24日に開業した。ゼメリング鉄道に続いて、オーストリア・ハンガリー帝国第二の山岳路線になるとともに、アルプス山脈を縦断する初めての路線となった。第一次世界大戦後の1919 19年に、サンジェルマン条約によりイタリアはトレンティーノ・アルト・アディジェ州を獲得し、国境線はブレンネロ峠に移動した。 トレント・ブレンネロ間は1929年から1934年にかけて交流 16.7Hz3700V で電化されたが1965年5月30日には直流 3000V に切り替えられた。1994年にはクフシュタイン・インスブルック線に接続する形でインスブルック短絡線が開通した。イタリア側でも 複数の区間で新線に切り替えられた。ブレンナー峠を経由する貨物列車の増加に伴い線路容量が不足していること、さらに急勾配、急曲線の存在、電化方式の違いによるブレンナー駅での機関車の付け替えなどなら両国間の移動における標定速度は低い状態にある。これらの事情からホルテッツとインスブルックを結ぶ 全長 55km のブレンナーベーストンネルの建設工事が行われている。ありがとうございます。